良き音色でした。素敵なプレゼントありがとうございます。ミラクルさん、音楽が心を震わすことで吹く風、走るのとはまた違った心地よさがありますね。どういたしまして。でも本当に良かったの？誕生日プレゼントが俺のピアノだなんて。贈り物になるほどの腕前じゃないし、やっぱり今からでももっとちゃんとしたプレゼントを。いいえ、あなたの音色はいつも花芽を撫でるコチのよう、傍らで存分に吹かれることができて、私は今花咲き誇る心地です。コチ、春の風か。褒めてくれてる、ありがとう。それを言うなら俺も好きだな、ゼファーの音。ゼファーの吹くトランペットは爽やかで晴れやかで、そうだな、朝に吹く風みたいだから。朝の風ですか。なんと嬉しい例えでしょう。ミラクルさん、あなたの誕生日には私の新風であなたをことほがせていただけませんか？本当？すごく楽しみだよ。